皆さんこんばんは。多くの仲間の皆さんに足を止めていただきましてありがとうございます。私から2点ほど申し上げて、今日ご中ご中の皆さん、そして暑い中足を止めていただいた働く仲間の多くの皆さんにご報告なりお願いを申し上げたい、このように思います。1点は働き方改革にちなみに伴って、野党の皆さんがどれほど審議の中身を深掘りができたかという点について1点だけご報告させてください。衆議院において、参議院において、厚生労働委員会の中において、野党の皆さんが追及をし、働き方改革法案を前に進めるにあたって、まだまだ不明な点、まだまだこれから組み立てていかなくてはならない点について、多くの言質を引き出し、それを法律に埋め込むことができるのかどうか、多くの時間を費やして、エネルギーを費やし、野党の仲間が多くの深掘りをしてきたこの実態、事実についてまずはご報告しなきゃいけない、このように思います。逆に言えば、野党の仲間が、多くの国会議員の仲間が追及しなければならないほどあやふやであり、まだ働く人たちに対し法律としてセットするには多くの問題点を残しているからこそ、この追及が必要だったということをご報告しなくてはなりません。従いまして、私たち労働組合の役割が今後大きくなってきたということも共通の認識に達したいと、このように思います。残念ながら、高度プロフェッショナル制度をはじめとする働き方改革法案はご案内の通り国会を通過することとなりました。ただし、法律には法律だけで私たちの働き方を動かすことはできません。政省令があり、その他の付随の多くの問題点に対して労働政策審議会に多くのテーマが今後降りかかってくることになります。そこには、私たち連合をはじめとする働く者を代表として、私たちが多くの意見を述べ、まだまだ不合理であり、まだまだ不明確な点をしっかりと政省令に落とし込むことなくして職場に展開することはできません。こうした役割を私たちはしっかり狙っていきたいと思います。ぜひとも皆さんにもご報告をし、ご協力もし、そうした議論に注目をいただきたいと思います。ぜひともお願い申し上げたいと思います。もう一点は、働く者の立場で言ったときに、それこそ今岡田連合東京会長からあった通り、私たちの職場段階で今の法律を せき止めることができるのかということを、私たち多くの仲間の代表として自覚をしなくてはなりません。それは集団的労使関係に育まれた私たち連合であり、労働組合のない職場の皆さんに対しても、私たちが多くの責任を果たしていけるかどうかは今後の行動によるものが大きいということを申し上げなくてはなりません。健康で安全な職場を作り上げていくこと、一朝一夕に進むものばかりではありませんが、今日の一日、明日の一日を良い職場を作っていく努力なくして、それは成立するものではありません。全力を尽くして、労働政策審議会の場所でまだまだ足りない議論を積み残しの議論を形にしていく努力をする。そして、それぞれの労使関係の中でせき止めるものはせき止め、前に進めるものは前に進めるという多くの議論を費やしていきたいと、このように思っております。小津会長からもおっしゃられたように、今回国民民主党、立憲民主党のそれぞれの対案をもってして、ここまで持ってきた多くのエネルギーをご報告をするとともに、連合に対しても多くの期待を集めるがための私たちの取り組みをお約束いたしまして、連合事務局長相原からのご報告、そしてお願いとしたいと思います。ありがとうございました。